こんにちは。シェア畑の、YouTube チャンネルをいつもご覧いただきありがとうございます。私シェア畑を管理運営しております株式会社アグリメディアの堀口と申します。私はですね、普段、農園開発チームというところに所属しておりまして、土地の所有者様と農地・遊休地の活用相談のお話をさせていただいております。本日はご所有の農地を貸し農園にした場合のメリットについてお話をさせていただければと思います。まず最初に収益面についてのお話なんですけれども、通常通り農業生産をする場合と比較して収益性が勝る場合があります。理由としては、地域の農業者様に貸した場合の賃料っていうのは場所によって当然違うんですけれども、まあ平均にして年間で 2,3 万円程度であることが多いです。でそれに比べて貸し農園にした場合、これも場所ないし、まあ、面積によって上下はするんですけれども、その、まあ、何十倍という金額、例えばそれが50万円になったりといったところが場所によって、可能性があり得ると。賃料ももらえて、かつ自分の時間も増えるといった意味合いで、これまで赤字だった土地がむしろ黒字になるといった可能性を秘めているというところでございます。あとは貸し農園にすることによって、農業に興味を持たれる方がそこに来られる頻度が増えます。従来ないしこれから直売所を運用されていらっしゃる所有者様にとってしてみれば、その直売所に来られるお客様が必然的に増えることになりますので、直売所のお客様につなげるといったようなケースも見られます。次に、管理が楽になるといったメリットがあります。これまでご自身で管理されたりとかないし、コストをかけて、業者さんに農地の管理を任せていたりとか、そういったケースがかなりあると思うんですけれども、貸し農園にした場合は完全にそうした作業ないし発注作業から手離れして、貸し農園の事業者にその管理を任せることができるといったところもメリットの一つかなと考えております。ご自身で仮に体験農園という形で園主様となって、農園運営に携わるといったような場合ですと、どうしても何らかのトラブル対応ですとか、お金の管理、追徴管理ですねだったり、貸し出していない部分の、非売管理であるとかをご自身で担う必要が出てきたりするんですが、貸し農園の場合ですと、こういった煩雑な業務から手離れすることができるといったようなのもメリットの一つと捉えております。次に、法律面なんですけれども、特に税制面でのメリットについてお話をいたします。通常の土地活用、例えばアパートの建築であるとか駐車場の運営ないしトランクルームの設置等があるんですけれども、こういったものは基本的にその農地を転用して、活用する必要があります。一方で貸し農園ですと、こうした農地の転用というのは不要で、農地のまま貸し出すことができますので、引き続き農地の固定資産税の評価額のまま活用することができるというメリットがあります。あとは農地の維持管理にお困りになられていらっしゃる理由の多くは、やはり高齢化であったりとか担い手不足というお悩みが非常に多いと感じております。なので、そういったお悩みがあった場合についても、現状人に貸し出してもなお生産緑地のまま活用ができる法律が整っております。2018年の9月に新しい法律が施行されて、都市農地貸借法という法律なんですけれども、この法律に基づいて適切なスキームをたどって農園を開設させることで、生産緑地であっても貸し農園として人に貸し出すことができるようになりました。これはシェア畑に限った話ではあるんですけれども、土地の暫定活用といった意味合いでも活用することが可能です。で具体的にはシェア畑の場合ですと、数年間といった単位で活用していただくことができます。なのでまずはそのつなぎとしてご活用いただくことで、その期間の手離れをないし収入アップを望めるといったような可能性がございます。次にコロナの影響についてのご説明になるんですけれども、貸し農園というサービス性質上、いわゆる3密になるケースっていうのがあまりないという特徴がありますので、どなたでも楽しんでいただけるようなサービスではないかなと考えております。
ご自宅にとどまってしまう時間が増えた方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな中で密にならない新しいサービスだといったところでお気づきになられた方が貸し農園の利用を検討される機会が非常に増えてきているなと感じております。次に、地域貢献のメリットについてお話しさせていただきます。特に都市部の農地っていうのは宅地開発が進んでだんだんなくなってきてしまっている傾向にあるんですけれども、都市農地の機能っていうのはたくさんあると思っておりまして、例えば防災機能であるとかコミュニティの創出、食料供給、いろんな機能があると思っているんですけれども、農地を他のものに活用せずに引き続き貸し農園として残し続けることによって、貸し農園の利用者様同士で新しいコミュニティが築けたり、引き続き防災機能等のメリットを地域住民の方に提供し続けることもできると思っております。はい、ここまで農地を貸し農園にすることによるメリットについてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。いくつかメリットポイントをご説明させていただいたんですけれども、一番は農地を農地のまま維持管理できることだと考えております。高齢化であったりとか担い手不足であるとか、あるいはこれまでずっと農地として先代含めて守り続けてきた土地を自分の内で手放してしまうのが心もとないとか、そんな思いをきちんと組んでですね、引き続き農地を農地として維持できるといったメリットがございますので、お悩みの方はご検討されてみてはいかがでしょうか。参考になったでしょうか。よろしければチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。